こんにちは、ポップグランピーの小井戸です。今日は、6月12日土曜日の朝に撮影をしています。今日の動画はポップグランピーニュースということで、まあ、最近の話だったりこれからの話だったりいろいろとしていきます。あと東京バイクの在庫のこととかですね。はい、6月12日土曜日は雨がしとしとと降っています。朝私が出勤している時は結構最初はしっかり降ってるなって感じだったんですけど、だんだんなんか今は上がって曇り空かなと思います。このまま曇り空が続いてくれたら嬉しいですね。なんだか湿気も湿度もすごく高くて、冬はあんなに保湿をしてたんですけど、こうやっぱ湿度が高くなるとまた不快指数も上がり、エアコンのドライモードに頑張ってもらっています。さてそれでは、今日の動画はですね、いつものようにというか、こうポップグランピーニュースをお話しするときはいつも座りっぱなしでさせてもらっているので、今日も、ひたすら座っておしゃべりをさせていただきます。1つ目が夏のイベントワクワク情報についてお話しします。で、2つ目が東京バイクの在庫のこと、そして3つ目が入荷連絡についてのお話をします。はい、まあこんな感じで今日は3つのお話をしていきます。では最初に夏のイベントワクワク情報からお話ししていきます。というのもまたちゃんとした告知は本当にしっかり詳しくまた改めてしようと思っていて、ちょっと先のことになるので今日はどこまで話そうかなと思ってるんですけど、私もすごく楽しみにしているイベントがありまして、8月の上旬にちょっと素敵なイベントをします。京都系雑貨ユニットのポップポップポップさんという方々がいらっしゃって、多分動画見てくださっている方でも知ってらっしゃる方はいらっしゃると思います。この間働くセーターのホーリーズ堀さんの編み物クラブに私はいつも行ってるんですけど、のとこでもちょっと話題になって、京都にいらっしゃった方がなんかポップポップポップさんはイベントとかでもすごく異彩を放ってたよっていう話を伺って、すごい楽しみにしてるんですけど、そんなポップポップポップさん、靴下とか帽子とかを作られて、すごい可愛いデザインのものを作られていて、そんな方々が8月ポップグランピーに来てくださってポップアップイベントをします。はい、ちょっとどこまで喋ろうかなと思ってたんですけど、結構言っちゃったなと今思ってるんですけど、まあ内容とかそう詳しいことはまた後日話しますが、私はすごくすごくそれを今楽しみにしているので、皆さんもぜひ遊びに来てもらえればと思います。まあ詳しい話はまた後日改めてします。そんな夏のイベントワクワク情報でした。続いて東京バイクの在庫情報、在庫状況についてお話しします。予約完売のものが結構多数出てきています。どこから行こうかな。まあいつも通り東京バイク26から行きますね。東京バイク26は結構予約完売がもう出てきてしまっていて、ポップグランピーで確保できているもの、確実にお渡しできるものは、東京バイク26のアッシュブルーの M サイズ、M サイズがまあ大体私も M サイズなんですけど、160センチぐらいから170センチぐらいまでかなと私は思っている、そんなぐらいのサイズの、M サイズです。アッシュブルーが1台、これが7月頃の入荷ですね。そして L サイズ、まあ、170センチぐらいからの方 L サイズでいいかなと思います。アイボリーが1台、これは2週間でお渡しができます。そして、コニファーグリーンとアッシュブルー、これ結構 L サイズで人気な色です、は、7月頃のお渡しになっています。これ選んどきゃ間違いないという東京バイク26です。はい、続いて東京バイクビズ26です。私の初代東京バイクビズちゃんですね。結構男女ともに人気です。変速があるので
ゆったりした姿勢で乗りながらもアクティブに乗れるという万能なんじゃないかと私は思ってます。通勤通学にも街乗りにも結構どんな生活スタイルにもフィットしてくれると思います。ビス26が、S サイズがちょっと、今ちょっとすぐにはどうかなっていう感じです。ポップグランピーの方でもアイボリーが、あるかないかという感じです。ちょっと今曖昧ですいません。 M サイズの方は、アイボリー、ボルドー、アッシュブルーだったり結構全カラーご予約にはなりますが、7月お渡しぐらいでご予約はできそうです。 M サイズがもう160センチぐらいからの方だとちょうどいいかなと思います。はい、続いて東京バイクカラン、こちらは140センチから乗れるので、まあ、小学校の4年生とかからカランで大人車デビューをしたりとか、もちろんこう背が低い女性とかでも乗れるし、140センチからっていうところだけじゃなくて170センチまで乗れるので、男女ともに乗れます。老若男女みんなで乗れる男女、老若男女みんなで乗れる、みんなで兼用で乗れる車用車にしてもいいし、母と娘一緒でもいいし、ご夫婦兼用でもいいし、そんないろんな使い方ができる、こちらも万能万能モデルです。他にいい方ないかな。カランは本当に人気なモデルです。で、そんなカランが、今は全カラーご予約ができます。なのでアイボリーでもブルージェイドでもボルドでもアッシュブルでも全カラーご予約ができます。お渡しは7月頃を予定しています。はい、なので狙っている方はぜひカラー今選べる時がチャンスかなと思います。続いてスポーツ QS、 スポーツ QS は、他のモデルとちょっと違って、ブラックパーツでかなり引き締まった見た目になっています。これも、男性ではもう絶対これがいいっていう方は多いんですけど、女性も結構好きな方が多くて、私も実は QS 結構好きで、まあ、見た目ももちろん乗り心地の住み具合が本当に最高に気持ちいいので、結構乗って虜になる方も多いかなと思います。そんなスポーツ QS はですね、S サイズのマットミント、これは1個前にあった、去年この前回まであったカラーなんですけど、 S サイズ と、マットブラックの S サイズ、これは2週間でお渡しができます。まあ、変則があるものでこの形をって思ってる方で、26が今ないからっていう方にはちょっとおすすめできるかなと思います。そして、現行のカラーもストーンベージュだったりガレージネイビーの人気カラーももう、なくなりつつはありますが、まだちょっとありそうです。はい、今がチャンスかなと。で、M サイズの方は、ガレージネイビーだったり、ガレージネイビーぐらいかな、は、ありそうです。予約ですね、これも。で、L サイズは結構、どの色もまだ大丈夫そうです。ちょっとブラックとストーンベージュが怪しくなってきていますが、なんとなく全体的にまだ余裕はないけどあるかなという感じの QS ですね。で、そんな QS は6月下旬頃のお渡しになります。続いて CS。CS がですね、お店の方にまだ来てないので、動画も撮れてないし、だから、なかなかこうプッシュしづらいところがあるんですけど、私は本当に CS はすごく激推しモデルというか、私が今じゃあ次3代目何買いますかって言われたら絶対 CS を買いますっていうぐらいすごく好きです。まあ、なんといっても見た目が本当にシティに馴染むシンプル好きな方はぜひ CS を選んでいただきたいですね。本当になんかシンプルで繊細で、かっこいいし、なんか、私はすごく好きですね。またこう26とは違った雰囲気、ちょっと大人な感じのモデルになります。で、何を落としたのか、あ、そうそう、で乗り心地とかは結構 QS に近いので乗り心地も気持ちいい、まあ、もちろん他のモデルも乗り心地最
校ですけど CS 本当にそんな感じで私はすごく好きですね。はい、そんな CS もまだぼちぼちありそうです。確実に今確保できているのはチャコール M サイズ、オフホワイトの M サイズ、オフホワイトの S サイズが、ポップグランピー確実に確保してるんですけど、他にも、まだ S サイズのオフホワイトとか M のオフホワイト、 L サイズはチャコールもまだ、余裕がありそうなので、で、これも6月下旬か7月上旬ぐらいにはお渡しできると思います。ご予約チャンスです。ぜひ CS 本当乗ってたら絶対かっこいいと思うので、ぜひぜひと思っております。そしてモノ、東京バイクモノ、これは本当にカスタムの幅が広くて、はい、結構モノでって言ってきてくださる方は多いです。過去にもモノの動画は何度か撮っています。ポップグランピーでカスタムしたものだったり、グランピーの方でかっこよい感じでカスタムしてもらったものとか、あとは購入シミュレーション動画とかでも結構カスタムのベースにものをっていう方が多いので、はい、そんな感じです。で、ものはですね、在庫が今あるのがヴィンセントブルーの M サイズ、そしてアイボリーの M サイズ、こちら2週間でお渡しができます。それともう一個 L サイズが、モスグリーン、これは私すごい好きな色なんですけど、モスグリーンが1台、傷がちょびっとだけあるのでちょっとお安くなります。そんなのもあります。そしてあとはレジェですね。レジェもすごく大人気です。ビズと同じ形で変速がないか、モデルです。でまた色カラーバリエーションも私はすごい好きだし、そうスイスイとこう乗れる感じが気に入っています。初めて試乗車が届いて乗った時になんか本当にこう進み心地、その QS とかのこうギュッて進む感じとはまた違う、こう滑らかなふわースイッと進む感じがすごい私は好きだなと思いました。そんなレジェです。レジェは今ちょっと結構なくなってきています。ポップグランピーにあるのは、ブラックの M サイズが、1台あります。それだとブラックの M は、はい、あるので、2週間ぐらいでお渡しができます。そう、私結構ブラックが好きで、モノのブラック、レジェのブラック、 CS のチャコールとかがすごい好きで、まあ、もっといろんな色で遊ぶのも楽しい私の好みですね。レジェのブラックおすすめです。はい、まあなんか本当に色選びは難しくて、私は結構シンプルな色にしたかったんですけど、前いた女性スタッフでこうビズのイエローに乗ってる女性スタッフは、普段の服装が結構シンプルでブラックじゃない、ネイビーとかグレーが多いから自転車には差し色っていうのでイエローを選んだというおしゃれな彼女もいたりとか、そんな差し色にしてもいいし、まあ、服が派手だからシンプルにしてもいいし、シンプルシンプルでもこうカラフルカラフルでもいいし、やっぱりこう自分の服装と自転車を合わせるの結構楽しいです。の雑誌とか見ててもオンクルとかファッチとかが結構自転車多く出てくるかなと私は思ってて、そういうなんか、服と自転車でこう合わせるのが可愛いですよね。私はそんな感じで好きです。もう、トータルで可愛いみたいな感じになると最高かなと思います。そして再生車もぼちぼちあります。再生車、中古車だったり、中古車は結構あれですね、動画で上げたら割と1週間後には売れちゃうぐらい結構大人気です。価格もやっぱり下がってたり、そこからこうカスタムをしたり、カスタムベースにしてとか、まあ、ペイントをしたら結構新品みたいになるしとか、まあ、そんないろんな使い方をしてもらえればなと思います。中古車情報はまた
後々出しますのでお楽しみに。はい、最後入荷連絡についてです。在庫状況についていろいろ話しましたが、例えば東京バイク26の S サイズのコニファーグリーンに乗りたいとかも明確に決まっている方でも今はない予約も始まってないとかいう方は、次秋の入荷分の、予約開始の日が決まりましたら入荷連絡というか予約開始連絡をさせていただきます。じゃないとこうなかなかやっぱり YouTube とか Instagram の方で予約始まりましたよっていうのは出すんですけど、まあ見落としますよね。ということで見落として、でも欲しいと思ってて今から待ってる人がまた見落として買えないってなったらすごくもったいないし、やっぱり欲しいと思ってる方のところに届けたいなっていうのがあるので、今入荷連絡を受け付けています。なんかちょっと前までは店頭で電話番号とか聞いてたんですけど、今は、メールで受け付けています。まあ電話番号でももちろん大丈夫なんですけど、昨日インスタグラムで出して早速入荷連絡希望の方何人かいただいたんですけど、ホームページの方にも、ニュースの方から入荷連絡のところページをちょっと作ってるので、そこで、宛先はポップグランピーのお店のメールアドレスで、件名と本文を、ホームページの方に書いてあるので、それを読みましょうか今。見てやってもらえればなと思います。宛先はポップグランピーのアドレス、ショップアットポップ -grumpy.jp です。件名が東京バイク入荷連絡希望、本文に、モデルカラーサイズなど、そしてお名前をご記入ください。それに合わせてメールをさせていただければ送らせていただこうと思っています。はい、まあなかなかすぐには手に入らないかもしれないけど、入荷連絡の方は本当にこうすぐに入荷連絡させていただくので、秋分は必ずゲットできるかなと思っています。はい、それではこんな感じです。はい、いろいろと喋りましたが、今日の動画はこんな感じで終わりようと思います。それではいい土日になりますように。はい、今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。